皆さんこんにちは。せっかく好きな女の子といい感じの雰囲気になっても、そこから先恋愛関係に発展させるのってとっても難しいですよね。相手の気持ちや立場を想像できる優しい男性ほど、一歩踏み込む前にいろんなことが不安になってしまうもの。なかなか先に進めず、足踏みしている間に推しの強い男性に負けて、いつの間にか失恋していたみたいなことって、実は結構あるあるなんですよね。そこで今日は、女子が赤裸々告白、この人は友達止まりな男子の特徴4選と題して、恋愛関係に発展できない行動、いつまで経ってもいい友達で終わってしまう行動を4つご紹介していきます。NG 行動だけでなく、どうすれば友達から一歩踏み込んで異性として意識させることができるのかも詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 健全すぎる。健全なこと自体はとってもいいことですし、女性としてもこの人は信頼できるな、遊びじゃなく真剣に私のことを考えてくれてるんだっていい印象を抱きます。ただこれはあくまでも出会って間もない頃限定。例えば2回目のデート、3回目のデートと何度も会う回数を重ねているのに、いつまで経っても9時や10時にお開きになっていたりすると、逆に引っかかっちゃうんですよね。せっかく2人きりで会って楽しい時間を過ごしたのに、いつも健全な時間に返されてしまう。いつまで経っても当たり障りのない話ばかり、いい雰囲気なのに全く触れてこない。こんな行動が続くと、女性としては、あれ、私って女として見られてないってものすごく不安になるんです。好きならできるだけ長い時間一緒にいたいとか、相手に触れたいとか、どんどん距離を縮めたいって思うものだとほとんどの女性が思っています。ですからある程度距離が縮まってきたのに全然踏み込んでこないとなると、それはもうマイナスポイントになってしまうんです。女性って相手から何のアクションもなく、ただただ健全なデートを重ねていると、どんどん気持ちが慣れてきちゃうんですよね。それまでどんなにこの人いいかもって気持ちが盛り上がっていたとしても、こんなに何もしてこないってことは私は恋愛対象外なんだなって脈なしだと思ってしまうんです。健全なデートはごくごく最初の段階だけにして、その後は相手に伝わるように距離を縮めていくことが大切です。1回目のデートで10時に返したなら、2回目はもうちょっと遅い時間まで会ってみる、3回目は思い切って手をつないでみるというような感じで、前に会った時とは必ず何かしらの変化を持たせることで、この人は私を恋愛対象として見てくれてるんだと女性に伝えることができますよ。中には実家に住んでいて門限がある女性もいるので、そういう場合は時間は厳守しつつ、会っている時間の中でできる限り距離を縮めていってくださいね。2. 何でも話してくれる。これ一見とてもいいことのように聞こえますよね。確かに恋愛をスタートさせるためには心を開いて自分のことを打ち明けていかなくちゃいけません。でもここで気をつけていただきたいのが、何でもかんでもオープンに話しすぎると異性として見られなくなってしまうということなんです。例えばノリが良すぎて深い話が全くできない、笑いを取ろうとして下ネタを連発する、まだ関係が深まっていないのにいじってくるみたいな行動は、異性ではなく同性の友達同士のような空気感になってしまうんですよね。良かれと思ってガンガン距離を詰めすぎると、恋愛が始まる前の甘いムードとはほど遠いフランクすぎる関係になってしまいます。これはリラックスしているのではなく、ドキドキが全くないということなので、恋愛には発展しないんですよね。できればあまり多くを語らず、ちょっとミステリアスな部分を残しておく方が、女性としては相手のことが気になるもの、仕事のこと、家族のこと、あなた自身のことも聞かれる前にどんどん話してしまうのはぐっと我慢しましょう。あなたが話すより先にまず相手にたくさん話してもらう方が、女性の気持ちは断然盛り上がります。すると自然に〇〇くんはどうなのと、相手の方からあなたのことを知りたいと思うようになりますよね。ここで求められた時に求められた分だけ返していくことが大切です。自分が話す内容や量をうまくコントロールしてみてくださいね。 3. 異性の友達がいない。異性の友達がいないことがどうしていい人止まりにつながってしまうのか、疑問に思われた方もいるかもしれませんね。答えはとってもシンプル、ズバリ女慣れしていないからです。
これもさじ加減が重要なので詳しく解説していきますね。まず女友達がいないとそもそも女性と話す機会があんまりありませんよね。そうなると打ち解けて話すまでにものすごく時間がかかります。やっと普通に話せるようになってもそこから恋愛関係に持ち込むまでにまたさらに時間がかかります。ここぞというところでリードできなかったりボディタッチや好意を匂わせるような行動を取るのも難しそうですよね。こんな風に何をするにも時間がかかることで女性の気持ちはどんどん慣れてしまいます。それならどんどんリードしてくれる人、ストレートにアプローチしてくれる人を選んだ方がいいと思ってしまうのが女性という生き物なんですよね。自分から行動を起こせる人って女性と接することに慣れています。相手の気持ちが読めるとか特別なテクニックを持っているというわけではなくて無駄に足踏みする時間が必要ないのでその場その場でどんどん必要な行動が取れるんですね。ここでどうしても大きな差が生まれてしまうというわけなんです。とはいえ逆に女慣れしすぎているのも女性としては絶対 NG。 あまりにも口がうまかったり出会って間もないうちから自然に体に触れてきたりする男性にはこの人絶対遊びまくってる、付き合ってもすぐ浮気しそうと女性はめちゃくちゃ警戒します。お互いに遊び目的の恋愛ならいいんですが真剣に長く付き合える人を探している女性からは相手にされません。恋愛のために今から女友達を作る必要はありません。でも仕事で会う女性とかよく行くお店の店員さんでもいいのでとにかく意図的に女性と話す機会を増やしてみてください。可能なら雑談をするのもいいですし勇気を出してマッチングアプリを活用してみるのもあり。場数を踏んで女性と話すことに慣れておくことでここぞという時の行動力につながりますよ。4. 推しが弱い。ここまでにご紹介した全ての項目につながるんですが推しが弱いのって恋愛では本当にマイナスしかないんですよね。絶対にいけるって確信が持てたら行動を起こそうと思っている男性が多いんですが先ほども少しお話しした通り女性ってあんまり長い時間待てない生き物なんです。ということは魅力のあるなしに関係なく推しの強い人ばかりが女性と距離を縮めて恋愛に発展させていくということ、これってかなりもったいないですよね。女性は好きな相手や気になる相手には必ず脈ありサインを出しています。なぜ自分からアプローチしないでわざわざこんなサインを出しているかというと男性の方から来てほしいという思いからなんですね。連絡先の交換もデートのお誘いも告白もここぞというところでは絶対男性に決めてほしいって思っているんです。ここで男性が一押しできるかどうかで恋愛がスタートするかどうかが決まってしまいます。女性は待つばかりでずるいって思われるかもしれませんがポジティブに捉えれば行動さえ起こせばどんどんチャンスは広がるとも取れますよね。女性のサインを素早く察知したらあとはタイミングを逃す前に押すだけ。行動を起こせる男性がモテると言っても過言ではないんです。行動を起こすきっかけが欲しい、女性の好きサインについて詳しく知りたいという方はこのゆるうりチャンネルの中に参考になる動画がありますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいね。今日ご紹介した内容と逆の行動をとってぜひ素敵な恋愛をつかみに行ってくださいね。今日の動画は以上になります。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。動画の率直なご感想やこんなことが知りたいというリクエストなど今後もどんどんコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また今回の動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。